こんにちは。2020年6月11日です。知床峠を見させていただきまして、次に向かいますのが、野付半島です。野付半島ネイチャーセンターに向かいます。そして、そこのところ見るところはですね、トドワラ、ナラワラとかいうのがあります。それを見ながら野付半島の突端まで、最先端のところまで、行ってみようかなと思います。ネイチャーセンターから約3キロ、車で走っていけるみたいです。前来た時はですね、ここは行けなかったんですが、今回何か観光客が少なかったんでしょうかね、行ってもいいですよということでした。で、車で、センターまで行きました。で、途中ですね、静止画にも撮ったんですけども、トドワラ、ナラワラ、ナラワラというのがあります。トドワラというのは野付半島には江戸時代の中頃まで、トド松、エゾ松、ハンノキ、カシワなどの樹種からなる原生林がありました。しかし半年後、年々ですね、半島周辺が地盤沈下して、それに伴い海水が侵入し、立ち枯れの森となりました。その枯れ木の群れも、だんだん風化によって少なくなってきてきます。トドワラは、トド松の原っぱから来た地名で、トドワラというふうに付けたみたいです。ナラワラは原生林、オンニクル、ポンニクルの周囲から枯れてきて、特に道路に面した枯れ木が多いところを、トドワラに合わせて、ナラワラと呼んでいます、ということです。トドワラはちょっと見れなかったんですけども、遠くの方になんか見えましたね。ここは、木道を歩いていけば見えるみたいです。今回は、ナラワラだけ、撮影させていただきました。今これは右と左が海になってます。両岸海です。狭いですね。ちょっと波が荒くて、台風とか大潮になったら、ここに本当に波が、海になっちゃうところですね、これ。ひょっとしたら海になるかもしれません。なかなかすごい、道路です。結構長いんですよ。10キロ以上ありましたかね。そこをずっと走っていきます。で、先端の部分が、ネイチャーセンターになります。途中に、ナラワラを見ることができます。到着いたしました。お客さんは3人ほどいらっしゃいましたかね。車で自転車を積んできて、そこから、先に向かったかと思います。まあ、多分、車では行けないということを予想して、自転車で行こうということだったと思いますが、今回どういうわけだか、車でいいよということで、で、これはラッキーということで、先の方に行きました。で、行きましたらですね、なんと鹿がいたんですよ。それも群れをなしていました。これはいいぞということで、盛んに撮らさせていただきました。鹿もですね、こっちを見てるんですよ。で、まあ私がおかしな行動を取ったら鹿も逃げるなと思って、襲いかかってくることはないなと思ったんですけど、逃げられたら困るなと思って、こっちも慎重にですね、ほとんど動かず、撮影することができました。向こうもしっかりこっち見てるんですよね。本当に利口な鹿のこうボスみたいのがいて、ちゃんと警戒してるんですよね。で、あと他の鹿たちは仕組め草を食べてるんですよ。で、ボスがこっち向けをしっかり見てるということです。で、緊張しながらですね、撮影させていただきました。ちょうどこの方が見えてるその奥の方に鹿がいたんですよ。なかなかいい写真を撮ることができました。これからまた戻ります。左側にちょっとうすら見えてるのがネイチャーセンターです。3キロほど戻ってまいりました。これからどんどん走ってですね、今回はお台島に行きます。お台島の道の駅で一休みさせていただきまして、それから根室ですね、スワン46根室だったかな、そこの道の駅で今回は車中泊ということです。で、次の日、ノシャップ岬ですか、あそこを根室のノシャップ岬ですね、そこを見て、帰ってこようかなというルートを考えてます。なかなか今日は2日目ということです。朝早くから動いてますんで、もう腹減りますよね。本当にもう時間がずれてるんですけど、もう多分もう昼ご飯を食べなきゃいけない時間になって腹が減ってきてます。この道路も、しばらくぶりですね、走ったのは。なかなか来ようかなと思ってもなかなか来れないですね。で、ここは霧が出るんですよ。
今日も途中まで来たんですけど、霧が出てきまして、あ、これはダメかな、野付半島行っても何も見えないなと思ってたんですけども、まあ、走ってきましたら途中でだんだん霧が晴れてまいりました。まあ、時間的にも、まあ、だんだん10時頃になってきてるんで、まあ、霧が晴れてもいいかなと思ってます。まあ、気温はだんだん徐々に上がってまいりましたね。今日もまた、そろそろクーラーのスイッチを入れながら走んなきゃいけないなという気候になってきました。ここもですね、結構距離が長いんですよ。北海道からこの野付半島に入って先端まで15キロ以上あると思うんですよね。まあ道はこうやって舗装されてて、綺麗な道なんですが、今これは帰ってるんですが、北海道の本島の方に向かって走ってるんですけども、本当に野付半島、これ本当に右と左が海で怖いですよね。台風来たら本当にここどうなんでしょう。家も建ってるから流されることはないんでしょうかね。でも、異常気象で結構気候が厳しくなってくると、ここも危ないですよね。海抜いくらもないんですよ。3メーターか4メーターぐらいだと思うんですよね、海抜。なんで非常にここもなかなか危険なところです。今回はこの貴重な危険なところのドライブをさせていただきまして、また先端まで行って鹿を見ることができました。今回もなかなか孤独のドライブいいですね。孤独のドライブをしながら目的地について、写真を撮って、また孤独のドライブして帰って道の駅で休むという、このワンパターンの繰り返しです。まあ観光地を見るのもいいんですけども、見るのもいいですね。綺麗な風景を見るのもいいし、観光地でいろいろ有名なものを見るのも非常に、いいなというふうに、思っております。そろそろここから静止画の方になります。鹿が映ってくるかなというふうに思います。これをまた車の中から横着して車の中撮りました。車を止めてます。ほとんど車走ってないんで、止めても安全でした。それから、これが、奈良わらですね。奈良わらです。を撮りました。最初は何かなと思って、ちょうど湯気が立ってるんですよ。海面から。これもちょっともやってるんですけど、こう湯気が立ってますね。やっぱ発酵してるんでしょうかね。温度が高いんでしょうか。要するに木がこう、朽ち果てたって言いますか、なもんで発酵してると思うんですよ。で、熱が出てて、こうやって湯気が立ってるということです。まあ、触ってみればよかったんですが、中に入れませんね。多分入っていったらズブズブと埋まってしまうんじゃないかと思います。底なし沼みたいになってるんじゃないかなというふうに思うんですけど、このように、湯気が立ってました。遠くから見るのもこれいいですね。で、これがネイチャーセンターです。中は例によって、ほとんど誰もいません。まあ、いらっしゃいませというふうに言われましたけど、何も食べず、何も触らず、ちょっとぐるぐるっと回って、上の方に係の方がいらっしゃったんですよ。で、この道がつながってるみたいなんですが、先端まで行けるんでしょうかと、あ、行けますよ、どうぞ行ってらっしゃいください、行ってらしてくださいって言われまして、あ、行けるんだということで、車で、3キロほど走っていって、鹿の群れと遭遇して、これはラッキーだったということです。今回の一番の思い出は、鹿の写真が撮れたということです。知床行って鹿とか熊が撮れるかなと思ったんですけども、密かな期待を持っていったんですけど、全然ダメでしたね。何もいませんでした。で、ここで、鹿を見ることができて非常に、嬉しいですね。やっとここまで来た甲斐があったぞということです。これは窓越しに見てます。遠くの方にトドワラが見えるんじゃないかと思うんですが、ちょっとわかりませんね。外には出れないんですよ。まあ閉鎖してまして出れません。この中だけこう動き回ることができます。売店には結構いろんなものが売ってました。それから展示物などもかなりあります。ソフトクリームもあります。それから食堂もあります。ラーメンとか中華関係ですね、の食堂がありました。これが3キロ先まで行きまして突端です。これから先は関係者以外ダメということです。舗装もここで切れてしまいます。ここから先何歩あるのかね。まあ、ちょっと2キロぐらいあるかもしれませんけどね。遠くの方に建物が見えましたけど、これが鹿の群れです。鹿の群れを発見いたしました。なかなかいいのが撮れましたね。こんなに写真を撮らせてくれるとは思いませんでした。この非常に警戒心の強い鹿なんですけども、これが全然逃げないですね。
まあ危害を加えないということが分かってるんで逃げないんでしょうね。でもこいつらが来ると結構食べますよね。まあこの辺の雑草を食べてくれてるからいいんですけど、これが畑に入ってきたらもうほとんどみんな食べられてしまいますね。遠くにいるんですけど結構大きいですね。この角の立派なボスが盛んにもう私を見てるんですよ。こう横目使ってみたり正面から見たりしているんですよ。で、後の鹿たちはこうやって一生懸命食べてるんですよ。ちゃんと見張りがいるんですね。でかなり緊張しながらほとんど固まった状態で、撮ってました。なんかまあ音でも立てて大きな動きでもしたらもう多分逃げるだろうということです。近寄っても来ず遠く離れることもなく、ボスが一匹一人ですか見てるだけ。あとは一生懸命食べてました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。